それでは、三国志新選、続きをやっていきたいと思います。いざ、出陣。なんかですね、ここ最近やればやるほどなんかこう、ハマっていってる自分がいて、すごく怖くなってきてるんですけど、大丈夫かなってか感じです。さあ、やっとですね、徴兵も満タンになりました。で、現在ですけど、ここのね、カードの右上になんか丸いやつがついてるのは、兵所を開けてると。いう武将ですね。で、炎章隊が今34、34、35。序章隊が32、32、32。上がってきてますね。次、加工トン隊31、31、32。序章隊がちょっと一歩出遅れて29、29、30。31、31、26。尊敬隊。っていう感じですね。で、旅歴。30に乗っかりました。もう兵所が開けれます。旅歴。ただ、旅歴。僕の調べ方が足りないのかもしれないんですけど、兵所何がいいのかっておすすめ、なかなか出てきません。まあ多分、アタッカー系だと思うんで、まあましてや呂布のね、娘なんで、呂布と同じようにした方がいいのかなーなんて今思っちゃってるところなんですけど、次が、官兵隊。一歩出遅れてっていうか、まあ、26、26、26。大好きな馬食さんがね、こんなところにいるのもすごく残念ですけど、まあ今こんな感じで少しずつ上がってます。で、前の動画でも言ったと思うんですけど、レベル5に、これ、相当今、全体で欠けてたんですよ。今回、ずーっと、こんな感じで。そうするとですね、やはり、尊敬隊は、なんか、このレベルでめっちゃ強えんちゃうみたいな。これ欠けるじゃないですか。で、一応、兵種は、その部隊で、一番ね、三人ともに合ってるだろうって言われてる兵種で今突っ込んでます。炎章と武将隊は、弓。あと全部牙。こうやっていきますよね。で、これもしかすると、尊敬隊が、今僕が持ってる、舞台の中です。ナンバーワンじゃないのかなーって、思い出しちゃってるんですけどね。ちなみにですね、これ突撃しましたよね。で、まず、炎章隊。まあ、こんな感じです。炎章隊。まあまあ、強いですよね。もうレベル5の相当でこの機械で済んでるんで。で、次、序章隊。まあ、こんな感じかな。で、次、加工トン隊。加工トン隊も結構強いんだよね。なんかこう、見るとこう。こんな感じ。で、次が、まあ、巨頭隊はちょっとね、まだちょっと出遅れてはいるんですけど、こんな感じなんですけど、これが、尊敬隊。これ。まだこのレベルっていうかね。で、これですからね。相手全部、9000分の0にしちゃってるっていうね。いや、わかんないけど、めっちゃ強くないですか？でしょ？いや、どうなんだろうと思いながら、今ね、ほんと悩ましいところです、これ。ほら、補充数も、やっぱ炎章体少ない。ね。やっぱりこう、序章体とあまり変わらない。こう、ちょっと多め。で、これですからね。もう、関連とかまだ26で、
ねえ、この数だから、ねと思っちゃうよね、これ。だから、この辺なんか組み合わせをなんかしっかりやってあげれば、すごい強くなるんじゃないかな、なんて、なんかちょっとワクワクドキドキしてるんですよね。もう炎症体抜いちゃうぞというような感じなんですけど、で、本当は、次、旅霊機を僕開けたいんですよ、気持ちは。開けたいんですけど、やはり強くしたいんで、悩みに悩んで悩んで悩んで、なぜ悩むかっていうと、武将カードをいっぱい使っちゃうんで、レベル4以上の武将を10枚だったかな？使っちゃうんで、で、ましてや、今、お金があと1705と、強化が95しかないんですよ。でもこれ限りがあるんで、これね、ちょっとね、ガチャよりは単砲のね、この、小強のレベルをどんどん上げていってあげて、で、単砲で見つけ出す。いいですね。見つかるかな？って思いながら、なんだかんだで、ちょっとね、この5のレベル30超えてる、とりあえず大指示、観念、ルフと並ぶ、まあ、トップのね、星の中、星5の中でもトップって言われてるような、このカードの大指示のね、これをちょっと兵法書開けたいと思います。もう大盤振る舞いです。で、大指示は、調べると作戦がいいって書いてありました。両夫と一緒ですね。で、これを開けようかなと思ってて、前回これね、動画撮る前に見てたんですけども、文章カードが少ない少ない。で、悩んだんですよ。で、とりあえず、同じカードの人を、こう、を探すでしょ？こうやって。と、もう同じカードはないよね。あと、周宗さんね。周宗さんももういいかな。どうかなとかね。考えるんですよ。で、こうずーっと見ていくんですけど、もうなかなかないんですよ。はい。こんな感じで、今、結局2枚しかないんですね。で、多分もう、使わないでしょう、この人は。っていうのは、もうやっちゃおっかなと思うんですよね。このコヨウさん。僕も三国志結構見てるけど、コヨウって聞いたことないんですよね。あと、リョハンさん。自身の政治を増やす。これもいいかなーって。で、あと、この人。りょうかさん。この人も、まあ、耳にはするけど、このね、なんかこの自身を混乱状態及び休養状態にするって。これもいらんかなって思って。で、この時点で五部将。で、この辺の帝法とかいるんですよ、これ。ただ、これ、統率を減らし、ダメージ与えるって書いてあるんで、これ、ちょっと待っとこう、みたいなね。で、この龍華さん。これ、敵軍2名に計略ダメージを与え、目標の余ダメージを減らす。これもちょっと取っとこうかなーっていうふうに思ってます。で、次、チンリンさん。これ、兵糧ね。これは今もう武将つけてるので、もういいやーっていう。で、リテンさんは、これね、僕、取っといた方がいいと思うんだよね。武力、知力を増やすって。継承でいずれ使うんじゃないかなって。この時点で6武将。で、ヒーさんなんですけど、これ結構ね、ヒーさんって単砲だったかな？で、出てくるんですよ。で、これ見ると、貿易なんですよね。これ今単刀つけてるんで、これいいかなって。で、次、リゲンさん。これね、木材。これも、リゲンさん有名ですけど、いいかなっていう。あと、ロシク先生。
これね。トンデンの収益を減らすとかこうあるんですよ。これもいいんじゃないかなって思ってて、これも使っちゃいます。で、残すはあと一人。一部署。で、悩みに悩みました、僕。で、この、長領さん。これね。か、この、関外さんだったかな、この人。にしようと思ってて、で、関外さんに決定します。もうすいません。太子氏のために。っていうところで、開けます。開けました。で、研究。はい。開けましたね。作戦。武将が1回ランクアップするごとに自身が与えるダメージ値を 2% 上昇。受けるダメージ 2% 低減。作戦系製法書が武将の通常攻撃と突撃戦法を強化することができます。で、次も開けましょう。で、こっから先もね、ちょっと調べてたんだけど、なかなか見つからない。まあ、好みだと思うんですけど、太子寺自体が、これ。完全にアタッカー系なんですよね。なので、で、例えば、ポイント配分も武力系に全部振れ、みたいな感じで、アドバイスがあったんで、これ、武力系にもう特化したような感じで行きたいなーって、思ってるんですけど、これね、だから今迷ってるんですよ。もうこの、なんですかこれ、小敵液強か、万有比喩。このどっちかかなーって、6万使いますからね、どうか。どっちかかなーみたいな。ただ、これ 16% 分増やすってなってるんで、どうなんだろうみたいな感じなんで、法的液況かなっていうところにたどり着きました。で、これを研究。回復ね、すると、また強いものが強いみたいなね、なるのかなって、あくまでもイメージですよ。はい。で、次 !3 番目。で、武力上昇を、これ上昇はあれですよね、呂布。つけたやつ。武力が、これ。通常攻撃時のダメージを 8% 増やす。上昇が戦闘の2ターン目で自身が 65% の破陣状態を獲得する。で、次。何て言うんだろう。失越って言うんですか。余ダメージを 3% 増やす。で、すいません。読めません。余計略ダメージを 2.5%。で、知力を、の影響を受けるってなるんで、太子寺さん頭良かったかなーって見ると101。まあまあいいですね。ってなっちゃうんですよね。なので、これも、っていう感じなんですよね。で、次。文献でいいんですかね。突撃戦法発動後、非ダメージを 6% 増やす。1ターン持続する。ってなって、この中の4つなんですけど、これね、僕ね、武力か上昇だと、をつけてあげたいなと思ってるんですよ。これ、なんかね、3万使います。どっちがいいんだろうな。悩みますよね、これ。通常攻撃のダメージを 8% 増やす。まあ、どれぐらいの効果があるのかちょっとわかんないけども。ではあるんですが、呂布と同じで行ってみようかなって思ってるんですけどね。どう思いますか？
まあ、変更できるみたいなんで、旅費で行こうと思います。旅費で行こうじゃねえや。ごめんなさい。上昇で行こうと思います。はい。これ。開けましたよ。で、ちょっとね、ここ、孫権体。孫権は、兵法書はね、多分、虚実って書いてあったんで、ここ、虚実。行きたいんですけど、もう10枚ちょっと厳しいんで、まあガチャかちょっとね、引きながら、溜まったらちょっと虚実開けていきたいと思うんですけど、両霊旗がね、またね、順番的に後になっちゃうのが嫌なんだけど、まあここはちょっと我慢してもらってみたいな感じで今思ってるところです。っていうことで、孫権隊も開けました。一人。で、まあこうやってね、常にこうやって相当稼いながらレベル5にもうだいぶね、何回も突撃できるようになったんですよね。まあもちろんもう多分レベル6いってもいいんじゃないかなって思うんですけど、こう、ああそうだそうだ、忘れてた、余霊機体忘れてた。余霊機体を活かせなきゃ。もったいない。もうこれもう相当5で行きましょう。必勝あるのみ。はい。はい。必ずや命を果たしまする。勝ってますね、順調にね。もうこの繰り返しでずーっとやってるんですけど、皆さんこの三国志新戦、もう一つの楽しみ方があるんですよね。今日思わずハマってしまったのがあって、まあ前々から知ってはいたんですけど、これね、あ、もう戻ってきてますね。こうやってこう相当かけてると行って帰ってくるのって結構暇じゃないですか。こうやってで突撃した時に、戦った時にあの音聞こえるんで、あ、負けたな誰かとか、まあまあいろいろわかるんですけど、こう、やっぱり暇なんですよ。こうやって、もうなんか単、まあ、ちょっと言い方悪いけど、単純作業っていうんですか、これ。こう、戻ってきては相当ね、戻ってきては徴兵のね、兵士を満杯にして、また相当かけてレベルを上げていくみたいな。で、これを、またね、こうやって市場に行って、今度こっちが戻ってきたら上げて、はい、官兵隊さん捕まってるみたいな。ね、こうやって、はい、戻ってきてくださいよ、もう官兵隊さん。引くぞ、隊列を整えよう。はい、整えましょう。隊列を出直しましょう、官兵。あ、官兵って言っちゃった。で、こうやってやってるでしょ。だね、結構ね、こう忙しいのは忙しいんですよ、こうやって。ちょこちょこちょこ。うわー、結構食ったな、こいつ。負けたな。ちょっとやり直そう。うわ、な。いや、完璧、それはないよね。いざ進軍。こうやって、ずーっともう、黙々。溜まったら、これ。ね。お、すごい、炎症体、かなり減りが。お。いや、強くなったと思いませんか？なんか。これ強いよね、やっぱり。孫権隊。強いと思う。はい、まだ誰かがね。両霊機体か官兵隊か。多分、予想は、みんな、進め。官兵ちゃんじゃないの？もしかして、あ、官兵ちゃん。官兵ちゃんって言ったらいかんな。芸能人いましたね。完璧じゃないのかなぁ。てててんなんて言ってんの。あ、そう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 。話の続き。これはまた完璧だった。うん。で、もう一つの、ああ、間違った。すいませんよ。重症になってる完璧。そう。皆さんにちょっとお見せしたいというか、多分やってる方はね、
もう皆さんご存知だと思うんですけど、例えばですけど、例えば僕一番この中で好きな著書の、これ皆さん、列伝って読んでます？これ見てると結構ね、飽きないんですよ。これ。これね、生涯って書いてあって、これ劉備の幕僚。で、やっぱり諸葛亮と方等の学友って。これね、この列伝読むだけでも飽きない。これ。で、こうやって見ていけるでしょ？こうやって。ね、これ、例えば光月英。諸葛亮の妻。要望は醜かったが、天文地理兵法に通じる才女。南洋にいた諸葛亮に求められて妻となり、諸葛亮の学問を助けた。夫が死ぬと、後を追うように世を去った。これ演技。で、次。諸葛亮が結婚相手を探していると聞いた、これ交渉、わー、何だったかな、忘れた。私に醜い娘がいる。赤毛で色黒だが、最中は君とお似合いだ。と勧められ、土地の人々は孔明の嫁選びを真似るな。と、もてはやした。要望がひどいと語って男を寄せつけなかったが、本当は天女のような美貌だったとする伝承もあるみたいなね。だこういうのをね、こう、読んでると、すげ、なんか楽しいなーと思って、これ醍醐味じゃない？この前入れた、カンネ。これね。最後はなんかシャマカの矢を受けて死んだとかね。はあ、そうだったんだーとかね。でも例えば孫権。ね、こういう風に出てきたりとか、あと次、太子寺。ねえ。これねえ。いやー、さすがだなと思う。こういうところまで配慮してるっていうか、楽しみをこう、なんだろう。なんか与えてるっていうか。で、こういうのを、基本、無料でやれるゲームって、僕、そうそうないと思うんですよね。うん。本当に。いや、これね、やっぱりこう、僕ももう本当、あ、もう、わぁ、平坦がなくなっちゃった。やっぱ何十年ってやっぱゲーム好きでやってますけど、やっぱすげえなぁと思いますよ。これは。正直。うん。これも一つの楽しみ方なんじゃないかなーって。例えば、旅霊記。列で、あ、ちょっと待って、ポイント配分があった。確かこれ武将に配分だったよね。うん。よし。わ、旅霊記188まで上がっちゃったな、これ。ちょっと知力低めなんだけど。いやー、やっぱり挑戦と入れ替えるかな、どうなんだろう。まあいいや。ね、例えば旅霊記。列伝。架空の人物。呂布の娘で、父親譲りの武勇を誇る。で、演技では記述なし。で、呂布には、原始との間に娘がいた。朝鮮じゃないんですね。呂布が李確に敗れて、長安を脱出したとき、置き去りにされるのが、これなんだろう。ちょ、わかりません。なんとかにかくまわれ、呂布の下に送り届けられる。その後、炎日の息子との、攻略結婚。そして、呪州に向かう途中で連れ戻され、呂布が可否で総妃に包囲された後、捕まった時ですよね、呂布がね。再度結婚話が浮上するも、曹操と劉備に阻止された。呂布の死後、この家族は巨匠に移された。で、死の方には記述なし、みたいなね。こういうのをビシーッと書いてあるんだよね。
いやー、これね、これだけ読んでても全然飽きないですよ。これも一つ、ね、やっぱ戦って、レベル上げていって、楽しんでいくっていうのも一つのゲームだと思いますけど、この列伝を読むっていうだけでも、もうすごい数いますからね。例えば武将で、こうやって自分が持ってるカードの列伝、全部読めますからね。例えば、ずーっと下の方に下の方に行って、いいですか？こうやって星、今僕星3しかないんですけど、星3の、まあ、王院とか有名だもんね。こういうの、藩王とかも有名。これも有名だな。孫公も有名だな。董卓も有名。例えばもうなんかこう、星さんのね、いろんな人、こういう当主とか、こういう人も、やっぱ書いてあるんですよ。こう。例えばこう、孟海さんとか。ほら。でしょ？こういうね、楽しみ方も一つあるんじゃないかなーって思います。うん。で、三国志っていうね、なかなか耳にはするけどね、なんかとっつきにくいところもあったりとかして、なんか、あるみたいなんですけど、なんかハマっちゃうとね、やっぱり結構この100年の時代にこんなことやってたんだ、みたいな。ねえ。孔武と劉邦の後の時代ね、漢ができて、でそれが滅んでいくみたいなね。そして最後なんか芝居のね、が取っていくみたいな。取っていくみたいな。なんかそういう三国時代、100年の間のね、こういう歴史を、こういうふうにね、やっぱ勉強できる、勉強できるっていう言い方も大げさかもしれないけど、見れるっていうのは、僕すごいんじゃないかなと思うんで、ぜひぜひ一つの楽しみ方としてご紹介しておきたいと思います。で、今日はもう太史時、平書を開けました。こんな感じ。作戦、小敵、液況、上昇。で、やはり、いや、なんとなくやっぱ孫権隊強い気がするんで、孫権隊ナンバーワンにしていっちゃおっかなって思ってるところで、今日は終わりたいと思います。今日もお越しいただきありがとうございました。もしよかったら、ぜひぜひまた遊びに来てください。で、よかったら、またこれね、チャンネル登録していただけるだけでもすごくありがたいんで、ぜひ、よろしくお願いします。それでは、今日はどうもありがとうございました。失礼しまーす。